どんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。おはようございます。マイとの対話へようこそ。今日は2018年5月26日土曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日のテーマは皮膚のお手入れイコール脳のお手入れ6回目です。髪、今までに、5回にわたって、皮膚のお手入れイコール脳のお手入れっていう話をしてきました。まあ、今日はその最終回で6回目で、髪です。で、明日ですね、1回目から6回目までのまとめをお話ししようと思います。はい。で、まあ、髪っていうのもですね、まあ、爪と一緒で、まあ、皮膚からこう伸びてきたものなんですけれども、髪のお手入れですね、髪のお手入れについてちょっと今日はお話をしていきます。で、まずはですね、まあ、皆さんですね、シャンプーで髪を洗うと思いますけれども、そもそもですね、シャンプーっていうのが洗いすぎなんじゃないかっていうことをちょっと考えてみてください。で、これはですね、毎日そもそもね、まずシャンプーが必要かどうかっていうことですね。で、この前ね、面白いポスターを見たんですけど、なんかある人がなんかツイッターか何かでシェアしてたんですけどね、どこだとか、なんか資生堂か花王かのですね、そういう化粧品会社のシャンプーのポスターなんですよ。で、シャンプーっていうものが売り出されてから割と最近までのポスターの書いてある内容が面白くって、最初はですね、どう書いてあるかっていうと、最初結構昔ですね、シャンプーがこう売り出された頃、せめて1ヶ月に1回はシャンプーしましょうっていうふうに書かれてあるんです。1ヶ月に1回がエチケットですよみたいに書いてあるんですね。ってことは、ほとんどの方は1ヶ月に1回もシャンプーをしてなかったってことなんですよね。で、それからその次しばらく経ってからのポスターが、まあ、シャンプーをねすることが浸透したんでしょうね。1週間に1回はシャンプーをしましょうって書いてあるんです。で、その次が2日に1回だったかな、で1日1回になってみたいな感じで、で、まあ髪を毎日洗う習慣っていうのはね、割と最近のことみたいなんですけどね。で、まあ、まずそのあなたの髪質にとってどんな頻度でシャンプーが必要かっていうのをちょっと考えてみてください。で、これ私もですね、前は何も考えずに、まあ、毎日シャンプーをね基本はしてたんですけど、やっぱりこう髪質とかが年を取ると変わってくると思うんですよね。結構パサつきやすくなったりとかすると思うんですけど、今のあなたの髪の状態にとってシャンプーが毎日必要なのかどうかっていうのをちょっと一回考えてみてください。で、やっぱりこう洗いすぎによって髪の、まあ、油分を取りすぎて、あと、まあ、もちろん油分がないと水分も抜けていくんで、パサついてきます。で、ちなみに私は毎日シャンプーはしてません。2日に1回シャンプーを使って洗ってますね。で、シャンプー使わない日はお湯だけで洗ってますね。で、これをやり始めてからすごく髪がしっとりしました。で、まとまりも良くなりましたね。はい。それからですね、まあ、どんなシャンプーを使うかっていうことなんですけれども、このシャンプーの洗浄力っていうのが、まあ、
基本毎日洗う人がちょっと多くなってきてるので、洗浄力っていうのは割と弱めに作られてるそうなんですね、今のシャンプーっていうのは。で、私はですね、特に結構弱めのものを使ってますね。私はアミノ酸系の洗浄剤を使ったものを使ってますけど、まあその髪質がいろいろなので、あなたの髪質に合った洗浄力のものかどうかっていうことを考えてみてください。はい、それからですね、シャンプーの仕方ですね。これですね、この前今週の月曜日か火曜日に資生堂の動画を送ったんですけど、その中にね、髪の洗い方も書いてあの動画があるんで、よかったら見てみてください。これすごく分かりやすいですね。で、まずシャンプーをするときは予備洗いっていうのが必要なんですよね。予備洗いをした方がすごく髪に優しくて汚れが落ちるっていうことで、お湯だけで最初洗うっていうことをやって、それからまあシャンプーをしていくんですけれども、このシャンプーの仕方もですね、洗浄力によっては直接つけるのではなくて、洗面器とかでこうある程度こう薄めて、で泡立ててから使う方がいいっていうやり方もあります。私はですね、それやってないですけども、はい。それで、そのシャンプーの時に洗うっていうことももちろん大事な役割なんですけど、地肌を優しくマッサージするっていう効果で、やっぱりまたですね、皮膚のお手入れイコール脳のお手入れっていうことで、これすごく優しく気持ちよくマッサージをするっていうのが大切なシャンプーの役割になります。で、ここでですね、あんまりこうゴシゴシと強くやることが普通になっていくと、やっぱり刺激が強くて皮膚が鈍感になっていきます。で、お店によってですね、美容室とかでもすごい優しくやってくれるところと、すごいガシ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 ってやるところがあるんですよね。で、本当にやっぱりあんまり強すぎるのって、マッサージとかでも強いの当たり前になってしまうと、すごいやっぱ鈍感になってしまってるので良くないので、優しくですねやってください。それから大事なのは、髪同士を決して擦らない。洗ってる時に擦ったら髪が濡れてる状態で擦ると痛みます。はい。それから、髪をまた拭き取る時もですね、地肌から優しく水分を拭き取るようにして、かして髪同士を擦ったりしないっていうことですね。よく乾いた吸水力の高いタオルで優しく拭く。主に根元を拭いて、それから髪の毛を押さえるように拭くっていうことですね。はい。それから乾かすわけですね、その後で。私はですね、昔はですね、もうドライヤーがちょっと苦手で、もう乾かしてなかったんですけど、洗って拭いたらできるだけ早く乾かさないと、髪ってどんどんこう水分が抜けてくるんです。水分を奪う時にですね、髪って乾燥してしまうので、できるだけ速やかに乾かします。で、髪質によるんですけど、私もなんか昔に比べるとちょっと髪がパサついてきたなっていうのがあるので、洗った後には水分と油分を補っています。で、タオルで乾かした状態で、私は一旦化粧水を少しつけて、さらにですね、その上に油分を補って、何でもいいんですけどね、私は椿油をつけたりとか、私が行ってる美容室ではなんかやっぱりこう髪の美容液となんかヘアオイルみたいのをやっぱり乾かす前に使うんで、それを真似して私は化粧水のとろみのあるとろっとした化粧水と顔につける分のですね、と椿油を少しだけ塗って、こう髪全体にこう行き渡らせて、それから乾かします。すぐに乾かしてます。
で、この乾かす時にですね、またこれいろんな乾かし方あると思うんですけど、あのこれちょっとこの前教えてもらったのが美容室で、熱い風と冷たい風を交互にするとこうツヤとかが出やすいっていうことで、あの教えてもらったのでそれをやったりしています。はい、まあ、今日はねシャンプーについて、あ、髪のお手入れについてちょっとお話をしてみました。はい、今日明日ね週末で、まあ、運動会のお子さんが運動会の方とかもいるみたいなんですけれども、まあ、楽しい週末をお過ごしください。で、今日土曜日なのでまたバックナンバーを送っておきますので、よかったらまた聞いてください。はい、あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように。いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。また明日お会いしましょう。